皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は二階氏が衆院選に出馬するというビッグニュースが流れてきました。二階氏の選挙区である和歌山3区、こちらはどうなるのか詳しくご説明をいたします。それでは、昨日ですね、ツイッターのトレンドで衆院選出馬の意向というトレンドが流れてきました。これはまさに二階氏が出馬しますよ、この話題で持ちきりとなりました。こちら毎日新聞の記事です。二階氏衆院選出馬の意向、私が立候補するのは当たり前のことということで、すごいセリフを言ってますよね。二階氏は地元の和歌山県みなべ町のホテルで、なんとですね、後援者が400人いる会議に出席しました。そして会議の後、報道陣の取材に答えた二階氏は、次の衆院選に私が立候補するのは当たり前のことだと語りました。すごいセリフですよね。当たり前。和歌山の人たちはどう思ってるんでしょうか。全国レベルの議員さんなんですが、みんな82歳にもなってまだやるんかい、というのが率直な感想だと思います。そしてですね、会議には和歌山県の仁坂知事、そして鶴保参院議員、これは野田聖子さんの元事実婚の方ですね。そして二階氏は幹事長を5年も務めたので、恥ずかしくない得票にすると言われたそうですが、自分自身でコントロールできるような言い方ですよね。恥ずかしくない得票にする。これ和歌山3区の皆さん、一体どういうことなんでしょうかね。そして二階氏は会議で、私の政治の原点は地元郷里、地元に帰らせてもらって大変嬉しく思うという発言をされました。そして報道陣から衆院選の戦い方を問われ、日常の政治活動の延長線、誠実に郷土のために支援者の恩を忘れずにしっかり頑張る、これに尽きると話されておりました。これは謙虚な発言でいいと思います。ということで今二階氏は幹事長職を追われて権力を失った状況にあります。そして二階氏の子供は3人います。3人とも男性です。その子供たちのうち三男坊が現在二階氏の秘書をされております。ということで、もう一度二階氏の子供たち、どういう人たちがいるのか、そちらをご紹介します。こちら、ここニュースの記事です。ということで、以前私のこちらの動画で詳しくご説明しておりますが、私の動画を初めて見られる方のためにもう一度さらっと説明をいたします。それではですね、まずは三男坊から、名前は信康氏と言います。そして前職は全日空に勤めておりまして IT 関係の仕事をしていたそうです。そしてこちらが全日空時代の三男坊信康さんです。そして現在は二階氏の秘書をされておりまして、なんともう中国とズブズブの関係ということで、親中派も引き継ぎが十分行われております。なんとですね、二階氏を差し置いて、二階氏はいないのに、信康さんだけ中国の大阪総領事と会談をしております。それぐらいの関係性がもうできているということになります。ですので、親中関係も後継人として、三男の信康氏は十分な関係ができているということです。こちらですね、直接総領事と会談するとは、中国共産党とは深いつながりがあるのか、ということが記載されております。そして長男ですね。長男は、俊樹さん。俊樹さんは、以前ですね、二階氏の秘書を20年近く務めておりました。そしてなんと、御坊市長選に立候補しました。で、その時にですね、市長選ですよ。国政ではなく、市長選にもかかわらず、小泉進次郎氏、そして稲田朋美さんも応援演説に駆けつけていきました。もうこれは二階氏の力ということになりますが、それにもかかわらず、3500票差をつけられて敗北をいたしました。こちらですね、私の力のなさということになります。で、普通はですね、この御坊市で二階家の長男が大敗するなんて考えられないんですが、実は俊樹さんは非常に横柄な方というか、この役所で暴言を吐いたとか、警察に対しても横柄だとか、ということで、それを御坊市の皆さんがよく知っているということで、負けてしまったということです。そして次男坊ですね。次男坊は直哉氏。
こちらが直哉氏です。今ですね、コンサル業をしているんでしょうか。この直哉氏がですね、ちょっとやばい人で、実は黒い関係がありまして、この中国人の女性経営者、これがですね、再エネ関係の仕事を経営されておりまして、で、その後に黒い関係のこの方と、経営に役員で入ったということで共同代表になったということになりましたが、実はその後にこの黒い人がこの女性経営者の会社を乗っ取ってしまったということになりました。そして直哉氏はこの方が元暴力団員とは知らなかった、そして会社の乗っ取りについても知らなかったということでこの会社を辞めております。まあそういったことがありまして、結局まともなのは今秘書をやっているこの三男の信康さんだけということになります。そして二階氏は引退をして、この三男坊に後任をつけて引退したかったということだったんですが、自らが幹事長職であれば後任をつけることが可能でしたが、それもできずに幹事長交代になってしまったということになりました。そしてこの和歌山3区では、こちら現在参議院議員の世耕氏、この世耕氏がですね、もし二階さんが引退をして三男の信康さんに後継人にしたということになったら、その時点で参議院から衆議院に鞍替えをする、そんな噂がずっと流れておりまして、今回デイリー新潮が9月23日に二階氏が引退するかもしれないという噂を聞きつけて、二階氏が世襲なら衆院選に出馬ということで記事が流れておりました。で、今ですね、岸田政権下で参議院の幹事長に再任されました。前回も菅政権下で参議院の幹事長をやっておりました。そして参議院は来年選挙があります。その関係もあってですね、タイミング的にはちょっとどうかなとは思いますが、この9月23日の段階ではまだ二階幹事長が引退するかもしれないということになっておりましたので、十分可能性はありました。で、この時ですね、世耕氏本人から地元の太い支援者たちに電話がかかってきて、組織を引き締めて選挙に備えてほしいといった内容だったそうです。そしてですね、二階氏が現役を続ける限りは世耕氏の衆院鞍替えというのは反党行為になります。これを今やったのが、実は山口3区の林芳正氏です。これは私のこちらの動画でも詳しくご説明しております。二階派のナンバー2の河村武夫氏が現役なんですが、そこに林芳正氏が参院から衆院に鞍替えして、どちらに後任をつけるかという問題になってます。ですが今回は、二階氏が幹事長を追い出されたので、岸田派の林芳正氏に後任がつくのではということになってます。ですので、一足先に参院議員を辞職し、衆院鞍替え出馬を決めた林芳正氏にライバル心もあり、遅れを取るまいと腹をくくったのでしょう。と、この時点ではそうでしたが、おそらく今回二階氏は引退しないということが決まりましたので、世耕氏の衆院鞍替え出馬というのはないと思います。そしてこちら日刊現代の記事です。これはですね、今年の8月16日の記事です。実は和歌山3区というのはこの10増10減でですね、現在の定数3から定数2へ減らされるということになります。ですので、この減らされる時に現役の方が有利になるということで、やるんなら今しかないということで、世耕氏も焦りがあったんですが、二階氏はそれも含めて情報を得ていたということになります。ですので、この機を逃すと、今度は定数2に減らされた時に、世耕氏は鞍替えをしないといけない。その時の現役の方、これは二階氏になります。おそらく二階氏は次の次ですね、自治会の衆院選の時は今82歳ですから85歳とかそれぐらいの年齢になりますので、さすが引退すると思います。その時にですね、出ても全然勝てると思いますので、まあ世耕さんの性格を考えると今回は出ないんじゃないかなと私は思います。そしてこちら選挙コンサルタントの大浜崎さんのコメントです。選挙区である和歌山3区は、先ほどのデイリー新潮が三男に選挙区を譲ればお家騒動にと報じたように、世耕弘成参院議員の衆院鞍替えが噂されており、御坊市長選挙に敗れた
長男の俊樹氏に譲るのか、それとも三男の信康氏に譲るのかという問題がありました。というのは、先ほど紹介しませんでしたが、俊樹さんですね、この方が俺に譲らないのはおかしいということで、お家騒動に発展するんじゃないかという記事もありました。ですが、今現在二階氏の秘書を三男の信康氏がやっておりますので、これはないかなと思います。そもそも今回山口県で保守分裂選挙、河村氏 vs 林氏となり、参院から鞍替えの林氏が有利との報道が相次いでいることから、二階氏としては自身の選挙区は自分で守るしかないとの判断でしょう。ということで、この林芳正氏、もう地元の県連は林芳正氏に公認を出してくれ、そんなことを言ってますので、もうこれは完全に林さんが勝つということになります。なので二階氏が引退すると、おそらくこの山口3区と同じ状況になるということで、今回は自身で出馬するしかない、そんな判断になったのではということです。ただ今回の総裁選など、自民の高齢議員の象徴でもある二階氏が再度衆院選に出馬することは反発も多いでしょう。これはですね、もうツイッターでたくさんのコメントがありまして、まだ出るんかい、それほど権力に執着するのかといった辛口のコメントもたくさん来ておりました。そして今回の衆院選で花道を飾れたとしても、その後待ってるのは二階氏の後目争いと世耕家との対決なのであれば、やはり二階氏にとっては厳しい選挙であることには変わりありません。ということで、もうですね、二階氏は権力を失いましたので、もう三男坊は私は無理なんじゃないかと思ってます。まあ世耕さんという非常に優れた方がいらっしゃいますので、これはとても勝てないと思いますし、さらに先ほども言いました通り、こちらもうすでにこの三男の信康氏は中国とズブズブの関係です。これをですね、見逃すわけにはいきません。ということで、和歌山3区の有権者皆さん、今回は全国の有権者が二階氏はどうなるのかということで注目しますので、ぜひ良心的なご判断をお願いいたします。ただですね、こういった意見も多かったです。二階氏に入れないのはいいけど、代わりになるような人がいないという意見もたくさん出てました。ですがですね、今回二階氏が出馬するということになると、おそらくいろんな方が出馬してくると思います。で、こちらの毎日新聞の記事では、まず共産党の新人、これは絶対ダメですよね。そしてですね、こんな方もいます。無所属新人でファイナンシャルプランナーのねごりさんと読むのでしょうか。こういった方も出馬表明されております。ですが、まだまだ来ると思います。まずはですね、こちら及川幸久氏、もう YouTuber でチャンネル登録者数は48万人、もうすぐ49万人ですよね。こちら幸福実現党の及川幸久氏で、実は及川さんは幸福実現党で何度も出馬をされております。ですが一回も勝てておりません。ですので、今回二階幹事長が出られるということで、状況を見極めて、もし勝てそうというのであれば、おそらく出馬されると思います。ですが、あまり時間がないので、どうなるかはわかりません。そして、ちょっと気になったのが、百田直樹さん。百田直樹チャンネルのゲストに、及川さんが久しぶりに出られます。10月4日に出られます。そして、テーマは、トランプ復活か。となってますが、タイミング的にもしかしてその話が出るかもしれません。私は百田直樹チャンネルの会員でもありますので、こちらも注目して見ていきたいと思います。そして二階氏が出馬を決意されたということで、周りの動きも加速していくと思います。ですので今度はですね、さすがに当選はできないんじゃないかなと希望的観測で私は思ってます。前回の衆院選と比べて、今度はですね、有権者の目が非常に厳しくなってます。特に新中議員はですね、有権者の目が厳しくなっていますので、特に二階氏については親分ですから、もうこれはですね、和歌山3区の皆さん、本当によろしくお願いいたします。ということで、また新たな情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。